姿があった。Hello. How are you doing? いいですか？あ、すいません。アップルマーティーニください。ここ誰か待ち合わせしてますか？いいですか？一軒のレストランに立ち寄ったセロ。Excuse me. Excuse me. おもむろにマジックを取り出し、紙にメッセージを書く。セロが書いたのはサプライズの予告。その紙を窓に貼り付ける。ちょっと待ってください。 I'll be right back。 ちょっと待ってください。そして店内へ。 Hey, hi, hi, how are you? How are you doing? 見てください。 Hi. Good. Can you read my Japanese? 読めますか？読めますか？はい、まもなく僕のサプライズがこの外でまもなく始まります。よかったら見ませんか？はい、 You wanna see some magic? Come on. Come on, come on. セロの呼びかけで店の前に人だかりが。囚人監視の中、一体ここでどんなサプライズを見せてくれるのか。皆さん、今日は僕あるサプライズここで用意しました。その前に質問あります。マジックで紙に大きく字を書いていく。 The Big Apple、 聞いたことありますか？違います。 Big Apple、 誰か知ってますか？誰か知ってますか？ Big Apple、 Big Apple、 知らない。実はニューヨークの街が The Big Apple っていうアメリカのことわざがあります。ちょっと今説明するのにはちょっと難しいですけど、今日は僕もサプライズ、 The Big Apple というサプライズをここで皆さんにちょっとお見せしたいものがあります。ここで一旦窓から紙を剥がす。するとその下からリンゴが書かれたポスターが現れた。 The Big Apple とは一体どんなサプライズなのか。ここにガラスの真ん中に貼り付けていきます。ここです。観客に手伝ってもらい、窓の真ん中にポスターを貼り付ける。これで皆さんよく見てください。この辺から見るとガラスをつけて反対側見える、見えますね。何もありません。こっちからみんな見て何もありません。ガラスの上が見えます。ガラスの下が見えます。360度全て周りが見えます。そしてテープでポスターを固定。はい、そこから見える？見えるね。そこから見ててください。これここに貼り付ける。これでもう動きません。 One more。 これでポスターは360度全ての方向から見られている状態に。そのまま貼り付ける。 Great。 これでガラスしかありません。じゃあ皆さん、この変な絵に戻ってきていきたいと思います。 The Big Apple、 The Big Apple、 The Big Apple、 どういう意味を持っているんでしょうか。教えてあげます。皆さん、ワッチ。いや、まだないましたね。みんな見てる、みんな見てる。 You're watching, you're watching。 みんなよく見て、目をつぶらないで。 Don't blink。 よく見てね。 OK? Ready? Watch this, watch this。 ポスターのリンゴの絵に手をかざす。すると、リンゴの絵が本物のリンゴに。そしてリンゴのあった場所にはセロの顔が出現。 The Big Apple 消えてます。本物のリンゴです。用意しますか？あ、リンゴだ。ちゃんと証明してあげます。
そうだ、僕一つ赤いリンゴ好きじゃないんです。Do you like red apples? 好き？僕あんまり好きじゃない。ちょっとよく見てて。すると赤いリンゴを手の中に包む。そして力を込める。赤いリンゴが緑色のリンゴに。すごくない？ The green apple! ありがとう。上がるわけない。落ちちゃったよ。 That's okay. No problem. さらに緑のリンゴをポスターの絵に重ねるとなんと本物のリンゴがポスターの中に。これがセロのサプライズ、ザ・ビックリアップル。観客に笑顔がこぼれる。ちょっとレイナ、ここ外してください。ここと恭平これ外して、そう、これも外して、ここも外して、イエス。窓ガラスには傷一つ見当たらない。奇跡の瞬間をもう一度見てみよう。セロがリンゴの絵に手をかざすと、なんと本物のリンゴが出現。そしてセロの手に包まれたその赤いリンゴが一瞬で緑のリンゴに変化。さらに今度は本物のリンゴが再びポスターの絵の中に。まさに現実を超えた驚異の現象、ビックリアップル。そしてサプライズの波紋が広がった。皆さんいかがでしたか？